今年も但馬祇園祭は7月22日から厳かに、そして盛大に行われました。祭りは神事と屋台運行、屋台歌舞伎、露店、都市交流ステージと数えきれないほど多くの団体が関わり行われました。花嫁行列とも呼ばれる七保会行列は祭りのメイン行事です。行列では男女が清掃し、神社へ塩サバや赤飯などのお供え物を運びます。どちらから参加されたんですか？埼玉県から来ました。え、なんか応募して？はい、応募して。わー、嬉しい、ありがとうございます。初めてですか？初めてです、はい、うん、まだ歩ってはいないんですけど、どうですか？すごいドキドキして緊張してます。この参加するきっかけは何ですか？電車の中吊り広告に、とても綺麗なお嫁さんが映っていて、素敵だなと思って連絡しました。ありがとうございます。頑張って歩いてくださいね。まあ、急に決まったんですか？ずっと出たいって思っていたんですけど、これはもうデビュー前から憧れた七保会行列だったし、そして去年ですね、去年も4歳で歌って、そうですね、社長さんが、あ、じゃあ来ますか、参加されますか、2人の今回で。あ、はい、あ、おじいちゃんが。23日朝、七保会行列は遠元から立宇賀熊野両神社へと出発しました。この日はあいにくの雨でしたが、行列の見学に多くの方が訪れていました。途中で保会の持ち手を交代しながら、行列は神社へ向かいました。